マイクラで道を作ったりレールを引くのって結構大変ということで、今回紹介するアドオンはこちら、ロードビルダー&アソーティードヘビーマシナリー。長くない？簡単に言うとインフラ整備を楽にしてくれるアドオンだよ。追加されるのは全部で8種類のアイテム。どのマシンも見た目がしっかりしていてかっこいい。例えばレールビルダーを使うと動いたところにレールが引かれるよ。パワードレールも自動で置いてくれるからめちゃくちゃ楽になるね。燃料は鉄ブロック1個だけ。だいたい1分から2分の間動かすことができるよ。レンガで道を作りたいならペイビングマシンがおすすめ。一度に3レーン置いてくれるから村の整備もすぐに終わりそうだね。大きな牧場を作りたいならフェンスビルダーを使うといいよ。こんなに大きな牧場もたった1分でできちゃう。ちょっと牛入れすぎたかな。他にもトンネルを作るのに便利なドリルマシンやコンクリートで舗装してくれるマシンなんかもあるよ。最後にダウンロード方法だけど、また概要欄にリンクを貼っておくから気になった人はぜひダウンロードして遊んでみてね。ダウンロードするときウイルスや悪質な広告には気をつけるんだぞ。不安な人はこちらの動画をチェックだ。最後までありがとう。チャンネル登録してまた見てくれよな。